久保さん、ちょっとね、親知らずはね、そんなに高くなかったんで、あの、保険でできまして、あの、2200円でしたね。決済が。なんで、まあ、やんないですね。で、去年ですか、僕は、あの、歯周病の治療をしたんですよ。歯周病の。で、それは、1箇所20万だったんですね。で、5箇所、6箇所やったんですよで。もう100万超えてったんですね。で、それで商品売りました。それは。さすがに補填しないといけないな、っていうところで。 でもまあ結果的に売り上げ200、その補填のためにあの商品売りましたけど、結果的に240万ぐらいしか上がりましたんで、あの、良かったなっていう。そう。なんでまあ、あのー、まあまたねつ、こっちも抜くんですよ、親知らず。なんでまあ今、あと販売時期がちょうどあの、いろいろ被ってる部分あるんで、もしこっちを抜くときに、こっちを抜くときに、痛いです。痛いキャンペーンみたいな。 お話ができないので、有料を買ってください,みたいな。無料で、すみません、痛すぎて、痛すぎて、あの、無料動画が作れなくなりました。なので、あの、有料動画を買ってください。と。有料で見てください。みたいな。<laughs> こっちのいたときは、そっち。まあ、あの、時期がね、商品とあんまりかぶってなかったら、そういうなんか面白いで100、100円でいいですよ。と。その代わり100円でいいです、みたいなね。だから、親知らず抜くのは2200円ですから、100円で売ったとしても、22人買ってくれれば、 2200円で回収ですから100円でいいかなっていう <laughs> そうまあガーシーさんね僕はすごいなと思ったのがもうファンができてるんだなっていうのは感じましたね要は今まではガーシーさんの情報に多くの人が注目していてその入っていたんだけども今となってはガーシーさんを応援するファンの人が何万人いるっていうのは強いですねもう多分結構安泰じゃないですかまあ <laughs> <laughs> ちゃんと発信すればね。ファンのために何かこう、面白いことやるとか何かやっていけば、まあ、結構安泰じゃないですかね。いってらっしゃい。